新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。成人式のお知らせです。成人の日は大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日です。日にちは1月11日月曜祝日です。対象は平成7年4月2日から平成8年4月1日生まれの方です。会場は市民会館大ホールです。受付は10時15分から10時50分までで、式典は11時から11時30分までです。ご自宅に届いた案内状をお持ちください。成人式当日の駐車場への出入りは左折のみでお願いします。駐車場を利用する場合は係員の指示に従い、奥から順番に駐車をお願いします。お問い合わせは障害学習課、電話973-3681でお願いします。郷土館からのお知らせです。繭玉作りを開催します。養蚕の盛んなところでは、小正月や初馬などに繭の増収を祈って繭玉と呼ぶ団子を作り、杉の木などの小枝に刺して飾りました。この小正月の行事を未来に伝えていくため、繭玉作りの体験学習会を行います。日時は1月10日日曜日13時30分です。会場は郷土館です。持ち物はエプロンとタオルです。費用は無料ですので、直接会場へお越しください。お問い合わせは郷土館、電話972-1414へお願いします。広報班の新春読者プレゼントのお知らせです。横浜市内の観光スポットをガイド付きでご案内する定期観光バス横浜ベイサイドライン午後コースのチケットをプレゼントします。コースは日本有数の古建築を楽しめる三景園、町のシンボルとして港の発展を見続けてきた横浜マリンタワー、赤レンガ倉庫など開港の歴史を紐解くコースです。チケットの応募方法は、はがきに横浜ベイサイドライン希望、住所、氏名、年齢、電話番号を明記して、1月20日水曜日までに市民参加推進課へご応募ください。お問い合わせは市民参加推進課、電話973-2626へお願いします。さわらびの湯からのお知らせです。さわらびの湯新春特別社恩企画市民割引を行います。お得な機会にご家族やお仲間と一緒にさわらびの湯に行ってみませんか。割引期間は平成28年1月7日木曜日から3月31日木曜日までです。利用料は3時間で大人800円が400円に、子ども400円が200円になります。割引券は広報班の1月1日号にありますので、ぜひご利用ください。割引券1枚につきお一人様がご利用可能です。割引を受けるには割引券を必ずご持参ください。お問い合わせは
さわらびの湯、電話979-1212へお願いします。第2回飯能市吉本ふるさと劇団公演とお笑いライブを開催します。昨年大好評だった飯能市吉本ふるさと劇団、今年も参加条件地元が好きをキャッチフレーズに、市民劇団員の皆さんが地域を元気にする公演を行います。日時は2月28日日曜日、10時30分開場、11時開演です。会場は市民会館大ホールです。内容は一部が飯能市吉本ふるさと劇団公演、2部が吉本お笑いライブです。入場料は前売り500円、当日800円です。チケットは1月6日水曜日9時から市民会館、7日木曜日8時30分から市民参加推進課で発売します。電話予約は8日金曜日8時30分から市民会館で受け付けます。お問い合わせは制作実現課、電話978-5029でお願いします。エコツアーのお知らせです。新春酒蔵探訪入間川の恵みに触れる旅を開催します。秩父山系に育まれた水のひとしずく、入間川の流れとなって地酒天覧山が生まれます。飯能の景色を楽しみながら地元の歴史や文化をご案内し、酒蔵を訪ねます。日時は1月16日土曜日、10時から14時までです。集合は飯能駅です。対象は20歳以上の方で、定員は15人です。費用は1人2500円です。持ち物は飲み物、雨具、防寒具、歩きやすい服装などです。お申し込み、お問い合わせはエコツーリズム活動市民の会事務局、電話973-2123へお願いします。飯能市ご当地アプリ始めました。飯能市ご当地アプリならイベント情報や子育て情報、飲食店などのお得なクーポン配信など、飯能市でもっとワクワクできる情報や機能をお手軽に手に入れることができます。また今ならアプリをダウンロードした方に豪華プレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。ぜひご利用ください。放送内容についての市役所へのお問い合わせは、平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所秘書広報課でした。